疲れです。お疲れ様です。お疲れ様です。これはあんまりこの企画乗り気じゃないんだよ。乗っけから？モリにやらしていいだね。やるか、しょうがないね。お願いしますね。どんな企画だった？しょうがないでここ座っとったるわ。鹿児島から来たんだな。そうですね。鹿児島から来て、YouTuber 職人とか言って、はい、結構一時期、もてはやされてたけど、はい、一時期です、ね。だんだん視聴率下がってきたもんで、使ってもらえないかもしれない。レジがこれこれまさかの濃いけど乗っとるやん完全にお前で、まあ3ヶ月したんだな。はい。で、鹿児島が来てる多分寂しいとかいろんな思いもあると思うんだけど、うん、まあ、ちょっとじゃあそれ聞いてみようかっていう企画らしい、うん、はい、もう言っちゃいますいつも流れ言っちゃいますそれで、まあ実際どう3ヶ月来てまず本当もう来てよかったなっていう第一の感想がそれです。本当来てよかったなって鹿児島から、はい、やっぱコミュニケーションが本当多い会社で、まあ、結構3班なんかいろいろグループが分かれたりするんですけど、うん、やっぱ現場が違くてもやっぱ終わった後に電話とか休憩中にそのなんか連絡とか取ったりする、うん、もう全然コミュニケーション連絡取って、はい、塗装班でってことね。そうですね、塗装班で日本人で7、8人、5人5人とかですか。はい、5人とかで塗装班で日本人は5人、まああとは一人は別のやつだもんね、はい、あれテレビ師とかもいろんな出てるけど、あれまた別舞台みたいな、その館舞台だもんね。営業から直轄なんだ、そこは。こいつは塗装班っていう風で、そうです、一つの会社みたいなとかね。寺医師たちとか、まあ他に30人がおるかな、協力業者とか一人親方軍団が、うんうんうん、それはもう営業と直轄で営業とのやり取りしてるもんね。予算決めてね。で塗装班っていう自社塗装班っていうね。そうですね。だ見習いから何から折ってみたいな感じの。あとは、うん、自分で頭で行くようになったとか、それが一番大きいですね。その自分とあとベトナム人がいるんですけど、その人を連れて行って一緒に作業したりとかで現場任されるで、そうですね、なんかさっきちらっと言ってたよな、はい、挑戦させてもらえる、はい、いろいろやったことがないことも、まあ、やってみて失敗した時はもう全然助けたるっていうのが職長。ちなみにここお前今日職長で入ってるのな。そうですね、昨日から。まあ寺西君がちょこちょこ来んだ。はい、来ます。一応聞けるけど、まあ、一応任せて、はい、で寺西君が、まあ、ちょこちょこ入って、はい、チェックしながら、はい、お前が進めていくって感じ。そうですね、究極は、はい、俺は一つ思うのはやっぱり下請けじゃないじゃん、うん、あの受けとかじゃないもんで、なんか雑用とかじゃなくて、まあ、雑用も自分たちじゃなかったよね、はい、だけどその任されるで面白いよね。そうですね、うん、やっぱなんか立場も変わっていくんで、そのうん、お客さんとも喋るだろ。喋ります。名刺も作るだろ。確か名刺作った。ああ、なんか言われました。へえ。名刺とかももう作らんといかんねえって言われて。てか俺今頭かいて気づいたけど、俺ここ何も突っ込んでない自然に。そうですね。嘘だ。キレイメントさっき現場に置いてきた。そう、ちょっともうこれダメとかかぶらんほうがいいね。違和感がなんもないですね。キャラ式の職長としてはどう？まあもういやいや本当頼もしいですね、本当に。お前顔笑っとるじゃん。何お前その視聴者の前ちゃうもんな、はい、うん、ちょっとビビっちゃうよね。そうですね。いや本当なんか本当思ってる以上にもはっちゃける人なんで全然。あ、そうだね。寺西君、はい、キャラは動画で見とると結構もう真面目一徹みたいな。そうです、自分も入る時にそう、ね、それで来てたんですけど全然面白い人なんで。結構シーンあるしな。あります。まマガエンとかシーンある。そうですね。で俺の理想は本当に足場とそのシーリングで別会社にも完全にしてみんな社長にしたいんだよ。うん、全責任者っていうのレベルじゃなくて、うん、経営者まで育てていきたいなとは思ってるんだよな。で、まあ、例えば任期が3年とか5年で人が変わるかもしれないけど、でまた違うね、いろんな新しいことも今やってるもんね。これ YouTube でも結構なスタッフ動いてるもんね。そうですね。そうだよね、うん、なんだかんだ言って人も動いてるし、うん、だからどんどん新しいことやっていきたいなとは思うけど、まあ、一番気づいたのはあれだね、うん、なんか生理的に受け付けんだったっけ。ああ、そんなかかるんだな俺。まあ、生理的に受け付けんって、まあ、よく言われたけどね。
もう小学校ぐらいの時からずっと結構小さい時から結構言われて、まあ、その気づかなかったけど、うん、見たことないって言われる時ですけど、そうですねであんまりかかんねえそういうのちょうど気づか一緒にねっていうん、そういうのあるだろうね見てて、うーん、まあ、気に入らんなとか、うーん、まあでも俺は まず一つ要はなんか現場でふざけるなとか楽しみだとか言うけど仕事って本来楽しいもんでしょ、うん、で俺はもう社員にこうやって聞いて楽しいって言われるのがいいけどね、うん、楽しくないって仕事なんで楽しくないっすよって言われたら、うん、まあ嫌だけどな、ここはそうですね、うん、と思うけど、そう、それきついけどね、うん、まあ、あとその職人さんで悩んでたらやっぱいっぺんね電話してくれても LINE アットから応募でしょ確か、うん、そうですね、LINE アットから応募でも何でもいいと思うけど、うん、まあ、まず話聞くことね、あの LINE アットでもなんかで、あ、これ俺ちょっとこれ1個喋りたいんだけど、うん、お前の3ヶ月の話の中に言っちゃうかったけど、はい、LINE アットでちょっといろんな質問してくる人がおるんだけど、もうあのそういうのは一切答えてないんですよ、うんうん、そうそうそう、そのなんかこの間は塗料を作るのになんかどういう何となりますでいいですかって写真送ってきたけど、その写真では分からんだろうなっていうのもあるし、答えていくと本当に何百人ってやっぱ LINE アット来てくれとるもんで、そうするとまあいろんなこと答えてくれる、あの普段なんか社長何食べてんですかとかこういう時はどうされるんですかとか、なんか本当にいろんな質問が来る、LINE アット俺にも入るし、まあ社員ジムが管理してるんだね、もちろん俺が見とるわけじゃないんだけど、 LINE アットよりも俺はコメントは見とるけど、 LINE アットは全部見てないけど、まあ、いろんなやつ入ってるわ。今何人だ ?303 人入ってる、ね。うわ、すごい。そうそう、ね。今日まだ入ってるわ。あのこれ言っていいかどうかわからんけど。あ、これはいいね。金太郎さんが動画を見ていたらステッカーをいただけるみたいで話しているので、ことをしま、ちょっと漢字が読めんね。ごめんね。はい、まあまあ、とにかくステッカーが欲しいっていうニュアンスはわからんな。おー。見せれんか。見せていいよ。金太郎さんね。うん。これ金太郎さん、たまたま。記録ついてなかったね。記録ついてなかったのが1個入った、はい、今日の12時47分だね、ちょうど5分前だわ、おーすごいに入っとるの、はい、これぐらいちょっと本当に毎日ブワー入ってくるもんで、うんうん、本当申し訳ないんだけどちょっと質問には答えてない、でも自分の方にも、まあ、それやっちゃうと仕事止まっちゃうもん、ね、うん、でそれだけちょっと本当申し訳ないけどね、ありがとうとかは嬉しいですけど、でも見てる、で自分もちゃんと見てくれてちょこちょこ質問、大事な質問は返すけど、まあ、求人とかそういう連絡網的なものに使っていきたいなと思ってるんで、うん、3ヶ月の話に戻そうか、はい、どう、やっぱ3ヶ月来ていいと思う、まあ、これでみんなねカメラの向こうに人がいっぱい見えるけど、はい、今日1500人ぐらいおる、はい、何見てきてくれるかな多分お前の動画で多分1500ぐらいで止まっちゃうだろう、あもうちょっと行きたいですね、多分5000はいかんだろう、何を言って2500じゃん、そっと下げます、鹿児島から見てる、鹿児島から見てる、煽るか、お前視聴者あの味方がついてる、そう、鹿児島の視聴者、鹿児島勢が鹿児島勢強いです、動画上がったら LINE 送りますもん、みんな見て広めてとか、まあ、そういうのもあるよな、嬉しい声、そうですね、で結構さっきも飯の時言ったよな、はい、鹿児島からみんな連絡くれるとか、はい、とかなんだねとか、まあ、そういう意味でまた来たら YouTube にも出てくれるような子が来てほしいけどね、まあ雇えんぐらい来とるのよ求人が、もう未経験だけ言っていいですかっていうのは LINE やっと本当来とるね、で、まあ、ちょっと今断っとる感じかな、とりあえず本当若い子はどんどん来てほしいです、本当に来てほしいです、若い子は本当来てほしいです、あ若いですか、はい、いくつ、自分が今23なんで 20代の子をどんどん来てほしいです、でやっぱ競い合っていけれたらなっていうのがあります、で本当に別会社になって自分たちで伸ばしていくっていう、で寺西君頭にね、うん、でまあどっかのタイミングで寺西君が抜けてどっかで、それこそ本当 YouTube 責任者でやってほしいなと思うぐらいね、うん、面白いもんね寺西君、そうですね、結構見てもらってるしね、寺西君が動画の責任者になってるっていうのもありだしね、うん、まあなんでまあ皆さん、まあとにかく楽しいってことですよそうですね、動画で見ていると楽しそうだな、うん、こいつら鬱陶しそうだなとかいろいろある思うとは思うんですけど、まあ、本当に仕事は一生懸命やってるの撮影以外のところでは、うん、まあ、俺も今日現場見とったけどね、一本撮ってたしね、そうですね、うん、でまあ、そのと以外にも結構まあ仕事も見とったけど、やっぱり一生懸命やってますよね、うん、で、まあ、そういう子が伸びていってるからで、なんかやっぱ数字の意識も高いし、数字っていうのはあの予算ね、うん、ここ40人で終わらして50人で終わらしてっていう予算のことも営業とぶつかりながら作っていくのは、うーん、営業に、いやこの人数じゃ無理だよとか、うんうん、もうちょっと予算出してとか、まあ、そうやってぶつかりながら
質を上げるっていうのはまあ大事なことだと思うんで、仕事だでね、うん、7で綺麗だけど7でね、だらだらやって100人かかって綺麗な仕事しても意味ないもんね、うん、できるだけ工数減らしながらいい仕事しながらっていうのはプロの世界だと思うんですけど、うん、まあまあいいんじゃない、楽しいんじゃない、全然楽しいです。まあなんかちょっとテンション低いみたいな感じで、 YouTube 見て、塗り替え道場来てよかったっていう感じですかね。そうですね、間違いはないです。うん、はい、はい、で部屋も会社で用意するんだ、紹介はするんだな。あ、はい、紹介してくれて自分もそれで来たので、うんうん、はい、ちゃんとまあ値段のお金のことはまあちょっと相談しちゃうし、なんかそんなに気にしんと、まあ、まずは一回挑戦してみようみたいな気持ちで来てくれると、まあ、今本当に YouTube で盛り上がってるからね、塗り替え道場社内がね、うん、社員も毎日朝やっぱ日課にしてくれて動画見てくれてるし、お客さんからもねいい声いっぱいいただくんで、うん、ぜひまたじゃあ応募してください。とりあえず本当もう若い子もどんどん来てほしいので、本当いつでも来てください。じゃあ笑っとんの。はい、これ被っとったの最初に突っ込んでくれなかった。忘れとったね。そっち側から見てもそっちなんだ。そうね。すみません、なんか普通に普通に突っ込みないです。視聴者は見えとったけど。あんまり今日人数が少なかった。本当に多分。